今日もちょっと始まりましたね、はい、はい、ライブショッピングご覧いただきありがとうございます。お待たせしました。はい、今日もお家にいながら、はい、まるでお店にいるかのようにショッピングをしていただくことができます。ライブショッピングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あかなこさんもこんばんは。ともちんさんもありがとうございます。あ、続々とたまさんもこんばんは。ちょっと先日発売になったばっかりの、はい、こちらのライトセラムをご紹介をさせていただく、はい、ヘアケアの新習慣のご紹介を今日やっていきたいと思います、はい、そしてその後ですけども、こちらのオスマンサス、皆さん待ってた方も多いんじゃないでしょうか。このオスマンサス大人気のシリーズも、ちょっとご紹介を後半部分にしていきたいと思います。まずはちょっとこの新製品のね、こちらですね、ライトセラム。さっきね、始まる前のコメントでももうちょっとこれのなんかこうもっと深く知りたいよっていうコメントもねいただいてたので、続々とコメントが入ってきてますね。はい、サリーナさんも初参加ですということでね、ぜひぜひちょっと楽しんでっていただきたいですね。シュウくんママさんも待ってました。ありがとうございます。あ、ナイトセラム意外に大きい、マリーさん意外とそうですよね、たっぷり使える、はい、サイズになってますので、はい、こちらも後ほどご紹介していきたいと思います。8月17日に新発売したばかりの本当に待望の、ね、頭皮用、しかも夜用美容液、はい、になっております。夜だけ使う美容液、なんかそれ聞いただけでもすごい良さそうな、はい、気がするんですけども、こちらは実は皆さんご存知ですかね、このイモーテルのお花、こちら皆さん、あ、ナイトセラム、ミコタニさん、ナイトセラムめっちゃ好き、あ、もうすでにお家に届いて使っていただいてるのかもしれないですね。そうなんですよ、これイモーテル、香りがねめちゃめちゃいいんですけど、この実はその秘密の1個にもイモーテルのこちらのハーブが入ってます。でこちらのお花はですね、スキンケアにもともとね、すごい大人気で入っているシリーズ、皆さんも多分1回は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、切っても色褪せないお花ですね。こちらの成分が初めて、はい、今回頭皮用の、はい、こちらの美容液に入りましたので、ちょっとこれお供させておきますね、すいません、これが目立つように入っていきますね。はい、こちらに初めて配合されまして、お顔用に使われている成分が頭皮用にも入ってる、すごいなんかそれ聞くとワクワクするというかね、すごい効きそうって感じがしますけども、はい、こちらのアイテムになってます、夜用頭皮用美容液になります。鳥川さんどうですかね、使ってみて。もうまず、はい、とにかく香りがいいですよね。もうハーブとこの爽やかな香りで、はい、もうスパにいるような感覚のすごい癒しの香りですね。なんか香りも皆さんにお届けしたいぐらいなんですけど、店頭で試していただくと、お客様皆様もすごい爽やかだねだとか、本当に笑顔になるようなすごい癒しの香りだねっていう風に皆さんおっしゃってくださるので、はい、香りはもう見てくださると、ね、はい、私多分ファイバーハーブ史上一番好きかもしれない。私もです。いろんな種類がね、ファイバーハーブの日焼けは出てるんですけど、はいはい、なんかいいとこ取りの香りなんですよね。そうなんですよね、なかなかこんな香りはない。でも一度使うと病みつきになっちゃうような、ね、香りになるので、ちょっとこの香りを一緒にお届けできたらなと思うんですが、はい、はい、使用感も、はい、お伝えしたいんですけど、はいはい、私髪の毛結構猫系なので、トップにやっぱボリュームがなかなか出づらくて、ちょっとペタッとしてしまうのが悩みなんですけど、使い続けていると、ここトップがふんわりするので、でもそう、ちょっとね、今日ね、ふんわりしてる。そうなんです、なので、翌朝は逆にすごいセットがしやすくなったなっていうのは、確かにですよね。ナイトセラムしたまま寝てもベタつきなんかはないですか？そう、気になりますよね、このベタつきワード。頭皮用の美容液で、あるあるで店頭でもよくお客様に聞かれるのが、ベタベタするでしょっていうような、声がすごい多いんですね、はい、ところがこれはびっくりすると思うんですけど、はい、逆にすごくサラサラなんですよね。逆にそう、すごくサラサラで、このジュレタイプ、ちょうどこれ、ちょっとね、お客様、はい、お家にある方は分かるんですけど、このね、ジュレっていうんですかね、ジェルみたいになってるんですね。で、このジュレ状のものを頭皮に塗布すると、なんか、すごい浸透がすごくこうね、心地いいというか、
あの滑らかにこうね浸透してくれてる感じとサラサラ感が味わっていただけれるので、うん、決してベタベタしないですよね、うんうん、そうなんですよ、ね、これはちょっともうこの2人だけじゃなくて、あのみんな使った方はみんな、うんうん、はい、あのお店のスタッフたちも言ってますので、うんはい、ベタベタ感はないと思います、はいはいはい、でまずこの製品、うん、背景が、ねはい、あるのでちょっと飛川さんにその背景の部分を教えていただきましょうかね、はいはいはい、頭皮ケアというふうに今ご紹介させていただいてるんですけど、うん、最近だと SNS やあと雑誌などでも結構頭皮ケアの特集が出ていたりだとか、はい、頭皮ケアについて結構目にすることも多いので、うんでねまあ、先ほどアンケートもやっぱり 50% 以上の方が頭皮ケアをしているという方もやっぱり多かった通り、うんはい、皆さんも始められている方っていうのも増えているんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、まだまだ頭皮ケアはこうすぐに始めてらっしゃらないという方も多くいらっしゃるので、うんまあ、そんな方もあの今日は簡単に取り入れられる方法などをご紹介させていただきたいと、はいはい、思っています、はい、あと先ほどあの皆さんハートをたくさん押していただいたと思うんですけど、はい、頭皮だけではなくて目に見えるところ、うん、髪のダメージが気になるっていう方はやっぱり店頭でもそうです、ね、すごく多くいらっしゃるんですけど、うん、実はこの髪の毛のダメージっていうのが、うん、頭皮のトラブルが悩みの一つだったりもするの で、まあ、悩みの原因だったりっていうところもあるので、うん、髪のダメージが気になる方も頭皮ケアを、うんはい、あの気にしていただくっていうのもいいかなとは思います、はいはい、でこちらのあのナイトスカルプシャープなんですけど、うん、夜寝ている間に使う、はいはい、アイテムになります、うん、なので忙しい方も簡単に取り入れることが、はい、できるのが嬉しいアイテムなんですけど、はい、まず夜寝ている間に頭皮のトリートメントをしていただいて、うんうん、眠っている間に頭皮のを整えること、はいうん、によってあのもう朝目覚めた時にもう髪の毛がしっかり潤ってて、はい、いい状態で目覚めることができるっていうのがこちらのナイトスカルプセラムになっています、はいぜひちょっとここから、はい、使い方を一緒にやっていきましょうかね、はいはい、ではちょっとここから私かけまして鳥川さんにこの真ん中に来ていただいて使い方をちょっとレクチャーしていただきましょうかね、はい、ではこれ使い方まずステップ1からステップ4まで、お伝えしていきます。順番にちょっとお伝えします。まずステップ1、はいはい、こちらのアイテムをさっきお伝えしたみたいにオイルインジェリーになっております、はいはい、なのでちょっとジェリー状になるので最初必ず振ってください、はい見ます。はい、ステップ1はよく振るです、うん、単純なんですけどすごい大事な、はい、作業になっておりますので、はいはい、よく振っていただきます。でこちらちょっと出してみます、はい、手元に、はい、で皆さんちょっと塗り心地とかも、ね、気になるかなと思います。こんな感じプッシュで出てまいります。手元に見えますかね。はい、本当にすごいサラサラな、はい、はい、このようなすっと馴染む、そうね、感じですよね。残らないですね、はい、そして使い心地もサラサラ、はい、サラサラです、ね、はい、サラサラスベスベです。もうスベスベサラサラなんで、はい、ベタつく、うん、あのちょっとお悩みというかね気になるっていう方も安心してお使いいただけれるアイテムですね、はい、はい、でこちらを1プッシュ、はいはい、あのお風呂上がりの濡れてる頭皮に使っていただくのがおすすめですね。はい、はいはい、こちらは、はい、どうでしょう、うん、じゃあステップ2、ね、あステップ1ですね、すいません、ステップ1のところのこちらの湿った頭皮に、ね、使っていただくんですけども、はい、すごくあの成分についてね、そうですね、成分なんですけれども、はい、まあ、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけれども、先ほど伝えた通りオイルとやっぱジェルに分かれているんですけれども、はい、頭皮と髪にいいと言われている先ほどのイモーテルを含む5つのエッセンシャルオイルですね、はい、あとアルギニンやパーテノールを含むジェルが入っているので、なのでよくあのシェイクしていただくことが大切になってます。はい、そうなんです。はい、必ず言ってください、はい、ね、あのフリフリしながらステップ2に行きましょう、はいはい、ステップ2は、1プッシュ、うん、使用量1プッシュを取って、はいはい、5回に分けて髪の生え際に塗布します、はいはい、この時ちょっとさっき、ね、気にしてた垂れないですかっていうところも出てくるので、うんうん、ちょっと上向きになっていただきながら1プッシュを5回に分けて髪の生え際に塗布します、はい、つけるところはだいたいこのこめかみから頭頂部のこの間の5箇所ですね、うん、じゃあちょっと上向きになってつけるとつけやすいです、うん、はい、こちらですね、5箇所、はい、はい、つ
お箇所に付けていただきます、はい、はい、はい、これがステップ2ですね、はい、はい、でステップ3、はい、次行きましょうか、うん、はい、ステップ3で、はい、指先で今度は今つけた、はい、セラムを全体に、頭皮全体になじませます。なじませます。はい、もうくるくる、気持ちよさそうな香りがすごくいいね。香りがね、もうスタジオに広がってるんですけども、うんうんうん、はい、はい、この香りを楽しみながら、うんうん、顔、うんうん、頭全体にちょっと馴染ませるような感じにします、はいはい、では今ステップ3まで、はい、馴染ませるところまで行きましたんで、はい、ステップ4に行きます、はい、ステップ4は髪の後ろ側、はい、また今度はワンプッシュ取っていただいて、はい、今度は髪の後ろ側です。はい、こちらも同じく5箇所ですけど、はい、ちょっと次は下を向いてつけて、そうですね、下を向いてちょっとつけていただくといいですね。はい、こちらもつけます、うん、はい、でつけていただいた後に、はい、同様につけて同じようになじませます。なじませます。はい、うなじは気持ちいいですね、マッサージ。マッサージ気持ちいいですよね、はい、ではちょっとここで1から4まで、はい、お伝えさせていただきました、うん、これだけでもね十分気持ちいいかと思うんですけども、うん、さらにちょっと週末とかね、マッサージしながらやっていただくのがさらにいいかなということで、はい、ここからはちょっとプラスアルファの使い方っていうところを少しせっかくなので一緒にやっていきたいなと思います、はい、ちょっとステップ4の後にまだ続く形になるんですけど、ちょっとプラスアルファのレベルアップバージョンですね、はい、ここからちょっとやっていきます、はい、皆さんもぜひお手元で一緒にエアーでもいいのでやってみてください、はい、はい、では先ほどの続き、指先にちょっと香りが残っていると思いますので、はい、指先の手をちょっと顔に近づけていただいて、はい、深呼吸、はい、もう目を、そうですね、いいですよね、目をつぶりたくなるような、ね、はい、香りだと思うので、深呼吸をしてもらいます、はい、これは心安らぐフルーティーなハーブの香り、はい、になってますので、この香りを存分にちょっとね、はい、吸っていただいてリラックスした上でですね、指の腹、親指の腹で、はい、ここら辺ですかね、はい、はい、腹でうなじあたりを円を描くように大きく大きく動かします。ここですね、はい、だいたいピンポン玉ぐらいのサイズの円を描くとすごく気持ちいいです、はい、気持ちいいですよね、はい、ほぐす感じがね気持ちいいと思います。ぐるぐるぐると大きく動かしていただきます。はい、はい、では今度皆さんやれてますかね、はい、今度ですね、手のここ、はい、ひらですね、でこめかみから上に押し上げるように3回プッシュします。挟み上げるように、挟み上げるように、はい、そうそう、そうですね、挟み上げるように3回プッシュします、はい、こう上がれというような感じでね、はい、プッシュしていただくといいと思います、うん、はい、どうでしょう、このこめかみがやっぱりすごい、あ、そうですね、こめかみ気持ちいいですよね、はい、すごくねこうほぐれる感じがします。はい、はい、では最後、頭の後ろ側、はい、つけたところがあるので頭の後ろ側も同様に、はい、手のひらで押し上げるように3回これもちょっとプッシュしましょう、はい、ここもやっぱりこの首の後ろのうなじのところが気持ちいいですね、うん、はい、ちょっとこうぐーっとこう押し上げるようなね、はい、はい、感じにしていただくといいと思います。はい、はい、ではちょっとステップアップバージョンもお伝えさせていただきましたが、ちょっと画面戻りますね、はい、すいません、はい、皆さんどうですかね、ちょっと一緒にほぐしていただいて少し頭皮がほぐれたような感じになってらっしゃいますかね、はい、はい、ではちょっとね時間も、はい、時間なのでキットの方を、はい、おすすめキットの方をご紹介していきましょうかね、はい、じゃあ鳥川さんお願いします、はい、私もたくさんキットがある中で、はい、もう今日は2つご紹介させていただきたいんですけれど、はい、まずこちらですね、ファイブハーブスフェイス&ヘアケアデュオです。はい、こちら、じゃあ、はい、今ご紹介させていただいたナイトスカルプセラムと、はい、あとこちら皆さんご存知だと思うんですけれども、イモーテルオーバーナイトリセットセラムですね、うん、
結構皆さんやっぱ使ってくださっている方も多いと思うんですけれども、もうこの2つはもうとにかく香りがいいんですよね。はい、香りがいいです、はい、もう本当に使う時にもう使っているのが楽しみになるような癒しの香りなので、ね、まず香りで癒されていただくっていうのもそうなんですけれども、はい、両方とも夜使っていただけるアイテムなので、うんうん、夜寝てる間の集中ケアで、はい、もう顔も髪も全方位でちょっとこう綺麗になれるという、はい、スペシャルアイテムに全方位網羅できる、はいはい、お顔も妹てる、髪も頭皮も妹てる、はいはい、で徹底的にケアができるセットです。そうです、はいはい、でもう一つですね、はいはい、こちらが、はい、ファイブハーブススカルプ&ヘアケアデュオですね、はい、先ほどあのコメントでもいただいていたんですけれども、こちら の, あのヘアミルクセラム、はい、こちらは15秒チャレンジなどで、はい、今 SNS でもすごく話題になっているアイテムとのセットです。で今ご紹介したナイトスカルプセラムです。でこちらは夜、ま、ず寝ている間の集中ケアがこちらの頭皮アイテムで、あとこちら皆さん使っていらっしゃると思うんですが、日中の外的ダメージから守るアイテムがヘアミルクセラムなので、はいはい、この2つは全方位で髪を整えたいという方におすすめのセットになります、はいはい、もう全方位でこれも髪を、はい、頭皮を徹底的に、はい、頭皮のケアですね、ケアできるアイテムですね、はいはい、皆さん下にスクロールしていっていただくと今ご紹介したアイテムがすぐ出てまいりますので、ちょっとねお買い物先にしたいよという方はぜひぜひそちらに一旦飛んでいただいて、また戻ってきていただけたらと思いますので、はいはい、ではここまではちょっとすいません長くなりましたけども、はい、ちょっと存分にナイトセラムに、ね、はい、コメントも皆さんからたくさんいただいてたので、はいはい、そちらもちょっと少しでも、ね、お答えできてたらと思うんですけども、ここまでちょっとこのナイトセラムをやってまいりましたが、はい、お待たせいたしました、はいはい、次はですねお待ちかねのオスマンサスですね、金木犀のシリーズです、はい、こちら、あ、ね、はい、こちらのシリーズですね、待ってた方もお待たせいたしました、こちらのシリーズでございます。こちらのシリーズはもう去年新発売して、はい、あのなんとも2週間で完売してしまったとい う,、うん、もう本当に大人気の香りですよね、はい、皆さんも多分ね使ったことすでにあるよという方も多いんじゃないかなと思いますが、はい、今回、限定品が登場になりまして、来月発売予定なんですけども、今先着ご予約でお伺い中のアイテムたちを今日はご紹介したいと思います。はい、香りですね、まだ香ったことないよっていう方いらっしゃいますかね。あ、47% が、はい、まだ香ったことないよっていう方がいらっしゃるので、はい、ちょっとね、香りのイメージ、トゥルーストーリーのところ、ちょっと商品の背景ね、飛川さんから教えていただけたらなと思います。はい、こちらのオスマンサスシリーズなんですけれども、ご存知だとは思いますが、金木犀のお花の香りです。で金木犀は英語名でこちらですね、豊かに香るオリーブという意味合いを持つんですけれども、オリーブのお花のようにこのような黄色くて可憐なお花を咲かせます。かわいい、かわいい。でロクスターのこのボトルも黄色いボトルに朱色の文字で、もう使うたびにすごく気分が上がるようなデザインになっております。かわいいですね。そして秋といえばもう街でこの金木犀を見つけると私もついつい立ち止まってしまいたくなるくらい、もう本当にいい香りで、なんか季節を感じる香りなので、皆さんもすごくお好きな方多いと思うんですけれども、やっぱりこの金木犀、このロクスターの金木犀は香りをもまとうだけで同じく人を引きつけるような、そんな魅力な香りになってますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。はい、この金木犀です。早速使っていただいたんですよね、はい、そうなんですよ、使ってみて本当にあの、はい、どれも限定品良かったんですけども、金木犀自体はすごくこう枯れな、ね、花なんですけども、はい、私も近所に金木犀が咲いてるので、はい、あの咲き始めたら秋が来たなっていう、9月終わりぐらいね、はい、秋が来たなって感じがするんですけど、すごい可憐で可愛い花なんだけど、この1週間ぐらいに咲いてる間に雨がバーッとこう降ってしまうと、こう全部潔くこう散ってしまうというかね、あのすごい可憐だからがゆえにこうバーッとこう全部散っちゃうんですけど、その散ったお花が道に
ふわっとこう広がってて、なんかこう絨毯、こうオスマサスの絨毯歩いてるみたいな感じで、本当になんかこう季節を感じながら、香りもちょっと儚くなっていきながら、すごい印象深い香りだなっていうあのイメージがあるので、はい、なんかこれをまとうことでそういうなんか印象深いなんかイメージ、印象深い女の人、はい、女性になれる、大人の女性になれるっていうのねイメージにもなるので、皆さんにもすごくおすすめの香りですね、はい、でこの香りのイメージちょっとだけ、はい、あのピラミッド、香りのピラミッドがねあるので、ちょっと香りも私たちも香りながら、はい、香りがどんなのかっていうのをね、まだ香ったことない方半分以上いらっしゃいましたので、はい、香っていただきたいな、あのちょっとね想像だけでもしていただけたらなと思うんですけども、最初にあの秋を感じるフルーティーな香りが広がります。ここ今ちょっとスタジオも香らせてるんですけども、アプリコット、ラフランス、ビターオレンジっていうちょっと秋をね感じるフルーツが入っております。そしてミドルで満開の金木犀、黄色い満開の金木犀を感じていただけている香りがふわっとこうやってくるんですけども、で最後にウッディ系のね余韻を残す印象的な香りに変化してくるような素敵な香りになってます。本当にまとった瞬間に魔法がかかるようなね、あの癒しの香り、オスマンサスのこう季節を感じれる香り、そしてかなりフルーティーですよね、はい、はい、オスマンサスいろんなメーカーさんからも出てますけども、ロクシタンの金木犀すごくフルーティーかなと思いますので、ちょっとこう甘すぎるのが苦手な方でもおすすめかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、そんなちょっとね想像だけでもできたかなと思うんですが、そんな香りなんですけども、あの限定品ちょっとだけ、はい、あのお伝えしたいと思います。あのまずシャワースクラブとこのボディオイル、はい、この2つがめちゃめちゃ人気のアイテムなんですよね。ご予約でもかなり人気があるアイテムなんですけども、スクラブの方はちょっとだけ見せますか、はい、はい、もしよかったらこちらでちょっと手元でね、はい、はい、見せれたらなと思いますので、はい、あのこの間にちょっとコメントですね、はい、はい、アニックさん、柔らかいフルーティーさはラフランスかも。あ、そうなんですよ。ちょっとほのかにね、ラフランス感じていただけると思います。あ、ゆかにゃんこさん、スクラブ入り楽しみです。そうなんです。こんな感じのとろっとしたスクラブ、はい、はい、入っております。で、ちょっとこう、アーモンドのね、粒子が、はい、入ってまして、ツルツルに洗い上げてくれるスクラブボディーソープです。こちらは毎日使えるボディーソープの中にスクラブが入っているタイプになっておりますので、ちょっとね最近カサカサしてきたなとかね、うん、あの冬じゃない、夏の終わりですかね、夏の終わりにちょっとこう乾燥とかが急に気になったりする瞬間があると思うので、そういう時にねすかさずこういうスクラブ入りボディーソープ使っていただくと、ツルッツルのお肌が、はい、手に入りますので、はい、洗い上がりからすごくツルツルです、はい、あ、大丈夫ですか、はい、はい、香りがもう本当にこのスタジオ中に広がってオスマンサスに囲まれているような、はい、感じなんですけども、はい、ツルツル感ちょっと皆さんに、はい、はい、見ていただけたらなと思います。すごい肌が明るくなったような気がします。はい、すごい明るくツルンとなってますね。はい、毛、はい、りもしっとりするんですけど、しっとりしました、はい、ツルツル感がすごくありますね。透明感も出て、はい、お肌が柔らかくなったところで、すかさず、はい、こちらのこちらです、ね、はい、ボディ&ヘアオイルですね、はい、こちらをつけていきましょう。こちらスプレータイプなんですよね。すごい便利です。はい、はいはい、便利になっているので、はい、はい、こちらですね。ちょっとじゃあこれをつけてみましょうか。はい、はい、このような形ですごいサラッとしてるんですよね、うん、はい、つけます。スーッとなじみますね。全身に、あの髪まで使えるオイルですね、はい、なってます。伸びがすごくいいですね、はい、そして香りも、香りかなりフルーティーな、すごく爽やかなフルーティーのオスマンサスの香りです。はい、香ってきますね、はい、はい、でこれは髪にも使えるので、はい、もう残ったのは、こちらにそうつけていただいて、でこういうセミロングとかね、ロングでもいいんですけども、はい、そこにつけていただくと寝静まる頃までね、ちょっと香りがふわっと広がってくれるので、はい、ドスマンサスに囲まれながら寝ていただく、はい、ようにもできますので、ちょっとこう毛先に余ったものは ね、ぜひつけていただきながら、はい、これでスクラブでお肌も柔らかくなって、さらにオイルで保湿保護しっかりできて、さらに柔軟効果が
はい、アップしたので、うん、冬前にそのお手入れができているとかなり冬の乾燥レベルっていうのもね、変わってくるかと思いますので、はい、ぜひせっかくだったらこのペアで、はい、使っていただきたいと思います。はい、でちょうどこのペアにぴったりのセットが、はいはい、出るんですよね。で、はい、まず一番おすすめしたいセットですね、こちらでございます。はい、はい、こちらフルセットの、はい、セットです。トワレとね、こちらはさっきのシークレットなのでトワレも、はい、返品で、はい、入っております。でシークレットは今残り15点、はい、こちらの情報で残り残数が15点となっております。そちらで追加販売はない状態なので、こちらのシークレットの15点が最後となりますので、はい、もしトワレも絶対欲しいよという方は ねこちらの限定セットスクラブもボディオイルも、そしてすごく便利なボディミストも入ってます。これ顔まで使えるミストなので、はい、乾燥するときにはいつでもシュシュッと振っていただけるミストも入っておりますので、こちらのキットが残り15点、はい、大変おすすめでございます。はい、でもう一つがこちらですね。はい、はい、とはいえボディのものをとりあえずちょっとお試ししたいよという方はスクラブとボディオイルのセットも、はいはい、入っておりますので、こちらで、セットでちょっとお肌をね、まずは柔らかく整えていただいて、同時に香りも楽しんでいただけれる、はい、っていう素敵なセットになっております。トワレはついてないタイプですけども、はい、こちらでも十分香りね、楽しんでいただけれると思うので、ボディケア楽しみながらぜひ使えるアイテムとなっております。はい、はい、ではすいません、すごい最後走りでなんかね早口になってしまって申し訳ありませんでした。なんか一生懸命説明しすぎてちょっとね、はい、時間がどん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 、あと皆さんのコメントたくさんね、はい、くれるので、それもちょっと読みながらっていうのがなかなか器用にできなくって申し訳ありませんでした。でもね、なるべくちょっとね、私たちも後からちょっと見たいなと思いますので、はい、今日は本当にありがとうございました。で次回の配信は、9月の17日ですね。次回の配信9月17日です。時間がちょっと違います。8時半からとなっています。はい。なので、8時半からの、開始となりますが、次回は9月17日からになりますので、この時は大人気スキンケア、先ほどのイモーテルのシリーズから新作がまた発売となりますので、新作もぜひ楽しみに待っていてください。ハークさん、もう一度プレゼントコードをお願いします。はい、ニコさん、プレゼントコード。はい。ちょっと最後まで、すみません、ありがとうございます。はい。プレゼントコードはこちらでございます。 LIVESS 税込み5500円以上のお客様、お一人様1回限りの可能となっております。アイテム対象は全商品対象です。 EC サイトも全商品対象となります。予約限定アイテムとかも全て対象となります。 LIVESS 使い方クーポンも言っときましょうかね。はい、こちら入力方法はこちらです。製品の画面の方でプレゼントコード入力画面というのがありますので、そちらにプレゼントコードを今お伝えした LIVESS を入力していただきますとプレゼントゲットができるようになっております。はい、こちらで送信ボタンを押していただくとプレゼントゲットとなりますので、はい、もうプレゼント無事ゲットできたよっていう方もねいらっしゃるみたいなので、はい、LIVESS、はい、ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、では本日は本当に、はい、長いお時間お付き合いいただいてありがとうございました。またまたちょっと暑さもね、残暑も残ると思いますので、あとコロナも皆さんね気をつけながら体調管理気をつけていただいて、私たちもねちょっと検討でまた頑張りたいなと思いますので、はい、今後とも皆さん配信楽しみにしていてください。本日はありがとうございました。